どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードすることができますので、ぜひぜひ、ご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問71番ですね。はい、口腔咽頭薬及びうがい薬。元素薬に、含まれる成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解です。はい、まず A ですけど、あ、これは正解ですよね。これはなんとなく大丈夫でしょうかね。グリチルリチン酸ジカリウム、これはですね、抗炎症作用があるものでしたよね。そうですね。はい、それから B、 喉の粘膜の刺激、粘膜を刺激から保護する成分として、セチルピリジニウムとありますけど、違いますよね。これ、セチルピリジニウムは前にもちょっと書いてきました。はい、これ、殺菌消毒成分です。はい、なんとかニウムってついてるものは、殺菌消毒成分の特徴がありましたよね。はい、ということで、そんなところをちょっとね、ヒントにしていただいて、お、違うなと。じゃあ、保護するのどんなのがある？例えば、グリセリンとかそういったものが該当してきますので、グリセリンとかですね。はい、該当してきますので、押さえておきましょう。はい、そして C は正解。そして D ですね。D は、口腔咽頭薬に、抗ヒスタミン成分が配合されている場合、咽頭における局所的な作用を目的としているため、内服薬の抗ヒスタミン成分と同様な副作用が現れることはない。そんなことはありません。現れますので。はい、このあたりが誤りとなりますね。はい、ということで D 誤り。ということで答えは1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い72番です。強心薬に含まれる成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれか。来たね。来ましたね。生薬のオンパレードですね。来ましたね。はい。まずここでは動物性生薬がたくさん出てきております。なので、まずは動物性生薬がちゃんと皆さん抑えられているかどうか、そのあたりね、しっかりと確認していきましょう。はい。答えはですね、こちら。4番が正解ですね。4番が正解となります。まず A、ユータンは、ユータン、なんか可愛らしい名前ですよね。ユータンは牛科の牛の胆嚢中に生じた結石とありますけど、牛科の胆嚢中に生じた結石は違いますね。これ、ゴーですよね。はい、ちょっと前に書いてみました。ちなみに、ユータンはクマ科です。クマさんなんですよ。あ、ね、もうね、頭の中、ある日ってね、出てきますよね。ごめんなさいね。はい、それで、ユータンはクマですね。あと、気をつけていただきたいのは、竜胆が熊化ですよって出てくることもありますので、そんな問題引っかかんないようにしてくださいね。竜胆ですね。竜胆ではありませんからね。これ気をつけておきましょう。竜胆ではありません。竜胆は熊化です。それから、五王は牛化ですね。いいですね。そうなんですよ。はい、ということで、まずこのあたり。大丈夫でしょうか。それから、B の腺素。腺素は、ヒキガエル科の毒性の分泌物を集めたもので、そして微量で強い強心作用を示しますよ。そうですよね。腺素はカエルです。カエルですね。いいでしょうか。はい、それから、C の真珠です。鹿科の、真珠は鹿科の満種。真珠は、女性の方大丈夫ですよね。こう、キラキラしてるやつありますよね。そうですよね。あれはアコヤガイの貝ですよね。そうですよね。なので、シカ科の満州赤字科のオスのまだ核化していないとかっていうところは、これは6条になりますよね。6条がシカ科です。なので、そういったところを十分に気をつけておきましょう。大丈夫でしょうか。はい。ということで、C は誤り。そして D、流脳。流脳は、これは動物性生薬ではありません。これは植物になりますので、ただ、まあ、ここは着付けによる効果を期待して、これは正解となりますので、答えは4番が正解でした。では次行きましょう。問い73番です。高コレステロール改善薬及びその成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。はい、A は正解。リノール酸大丈夫でしょうか。それからですね、B のパンテチンは、腸管におけるコレステロールの吸収を抑える働きがあるとされているとあります。パンテチンはこれビタミン成分の一つです。はい。で、腸管におけるコレステロールの吸収を抑える。それは、これですよ。ソイステロール。いいですか？ソイステロール。大豆油、不健化物ってやつです。はい。そちらは、特に抑えてほしいのは、腸管におけるコレステロールの吸収を抑えていきますよ。
というところがポイントになります。なので腸管からなのか、それから肝臓からの代謝を促すのか、そのあたりがキーポイントになるはずでしたので、そのあたり皆さん大丈夫でしたかね。はい、ということで、ソイステロールは腸管におけるコレステロールの吸収を抑えていくというところではその記述、ソイステロールになります。ちなみにパンテチンに関しては LDL、低密度リポタンパク質の、以下排出を促進したりとか、あとはリポタンパクリパーゼの、活性化をですね高めたりとか、あとは、例えば HDL、高密度リポタンパク質の酸性を、高めてあげたりとか、そういう効果がありますので、パンテチンもう一度復習しておきましょう。はい、それから D です。あ、C は正解で D ですね。D は誤りですね。高コレステロール改善薬は、ウエスト周囲圏を減少させるなどの送信効果を目的として、いやー、確かにそれだったら嬉しいけど、違いますよね。送信効果を目的としていく、要はダイエットの薬ではないんだよ、というところですね。押さえておきましょう。はい、ということで答えは2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い74番です。はい、答えは5番が正解です。はい、A、B、C、正解ですね。それから D。こちらは貧血要約に関する内容なんですけど、正しい組み合わせはどれかということで、服用の前後30分にアスコルビン酸を含む飲食物を摂取すると鉄の吸収が悪くなることということで、はい、アスコルビン酸じゃないですよね。アスコルビン酸というのは、これは皆さんいけます？ビタミンなんですけど、ビタミンいくつでした？そうですね。はい、いいですか？はい、ビタミン C でしたよね。そうなんですよ。アスコルビン酸はビタミン C です。はい、なので、ビタミン C、鉄の吸収は良くなりますよ。そうなんですよ。だから鉄の吸収が悪くなるわけではありません。ただ、こういった服用前後30分にというのは、これは、タンニン酸になります。いいですか？気をつけてください。アスコルビン酸、タンニン酸。次の動画でも出てきます。ニコチン酸、なんとか酸っていろんなの出てきますので、このあたりがすごくややこしいので、しっかりと区別して考えておいてくださいね。はい、ということで、こちら D はですね、タンニン酸であれば正解となりますので、押さえておきましょう。はい、では次行きましょう。今度は問い75番です。問い75番、答えは3番が正解となります。はい、循環器要約、およびその成分に関する次の季節の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、まず A、効果。いいですか？効果はですね、そうなんですよ。血行を良くしていくので、血の流れをですね、こう、滞っている、鬱血っていうのはですね、滞っている状態なので、その流れを良くしていくのが効果になります。はい、そして、B ですね、ルチンです。ニコチン酸が有利し、そのニコチン酸の働きによって末梢の血行、液循環を改善していく。ニコチン酸、またなんとか酸で出てきましたので、このあたりもですね、アスコルビン酸、タンニン酸と他で引っ掛けてくる可能性もありますので、十分に気をつけていただきたいんですけど、はい、じゃあそんなニコチン酸は違うんですよ。ヘプロニカートとかイノシトール、ヘキサニコチネートと呼ばれる成分ですね。これらが有利するとニコチン酸がですね、出てくるんですね。なので、ここの記述はルチンではないんですよ。ルチンというのはビタミン葉物質の一種でありまして、例えば高血圧などによるですね、毛細血管の補強をしたりとか、強化をしたりとか、そういう効果を期待して使われておりますので、ルチンは違いますね。はい、ということで、ここ B は誤りです。はい、それから C、指でカレノンは、心筋の酸素利用効率を高めて収縮力を抑えるではないですね。収縮力を高めていきます。はい、ということで C は誤り、そして D、七物硬化糖ですね。こちらは7種類の、生薬が配合されているものになりまして、15歳未満の小児は避ける必要がある。はい、こちら正解となりますので、答えは3番が正解でした。はい、では次行きましょうか。はい、問い76番です。婦人薬及びその成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。いいでしょうか。はい。A、B、正解ですね。それから C、利尿作用を期待して、オーレンが配合されていますよ。違うんですよ。オーレンというのはこちらに書きました。胃腸関係の症状にですね、対する効果を期待して用いていきますので、違うんですね。なので、利尿作用を目的としていくのは、例えば、木痛とか、木痛、あけびかのやつですね。それから、伏量ですね。キノコの金閣を使うやつですよね。はい、そういったものがですね、利尿作用がありますので、このあたり、もう一度確認しておきましょう。はい、ということで、C は誤り、そして D は正解となりますので、答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い77番です。アレルギー及びアレルギー要約に関する記述のうち、
誤ってるものを選んでくださいね。誤ってるものはどれかということで、はい、こちら誤ってるのは3番が誤っております。はい、1番、2番正解で、4番も正解で3番なんですけど、アレルギー症状を現れる前から予防的にアレルギー用薬を使用することは適当であるが、適当ではありません。予防的には使わないであげてください。はい、ということで、3番は誤りですね。はい、では次行きましょう。問い78番です。内服アレルギー用薬及びその成分に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、まず A ですね。ヒスタミンの働きを抑える作用を、抑える作用を示す成分として、ブロメラインが用いられますよとありますけど、いや、違いますよね。ヒスタミンの働きを抑えるのは抗ヒスタミン成分ですよね。いいですよね。で、ブロメライン。ブロメラインは、これはタンパク分解酵素として、抗炎症成分として使われているやつでしたね。はい、なのでこのあたり、風邪薬のところでもブロメライン出てきますので、もう一度押さえてみていただきたいと思います。なので、ブロメラインは抗炎症成分になりますので違います。はい、では次、B は正解。それから C、ベラノンナ総アルカロイド。はですね、口腔内の粘膜、粘液分泌腺からの粘液の分泌を抑えるとともに口腔内の刺激を伝達する交感神経の働き、違いますね。ベラドンナ層アルカロイドは抗ヒスタミン成分です。いいですか？抗ヒスタミン成分ときたら、そうですよね。副交感神経を抑えるので、はい、ここ交感神経ではなく副交感神経になりますから、C は誤りとなりました。はい、そして D は正解となりますので、こちら答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い79番です。次の表はある点鼻薬に関す、含まれる。成分の一覧であるということで、はい、この問題こういうの嫌ですよね。でも頑張りましょうね。頑張りましょう。はい、この点眼薬に関する次の記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、まずは A です。その前にごめんなさいね。答え行きましょう。答えは4番が正解ですね。4番が正解です。はい、A、これ誤りなんですけど、クロモグリク酸ナトリウムは交感神経系を刺激して、クロモグリク酸ナトリウムというのは、そうですよね。抗アレルギー成分ですよね。そう。なので、こちら、皆さん、C も誤りですよね。C のナファゾリンは、これアドレナリン作動成分ですよね。交感神経を刺激していきます。血管を収縮させます。そう。なので、これまた来ました。A と C は主語逆パターンですね。そう。A と C は主語逆にしていくと正解となります。なので、A の記述に関しては、交感神経を刺激して、血管を収縮させて、そして充血とかを和らげていく。これはアドレナリン作動成分に関する内容なので、C のナファゾリンとかが該当してきますよね。そして C の、ナファゾリン塩酸塩は、肥満細胞からヒスタミンの遊離を抑える。はい、このヒスタミン、の有利を抑えていくのは抗アレルギー成分になりますから、抗アレルギー成分ときたら A のクロモグリク酸ナトリウムとなりますので、はい、こちらもう一度いくと A と C は主語逆であれば正解となります。よかったでしょうか。はい、ということで問い79は4番が正解でした。はい、そして最後ですね、問い80番です。一般用検査薬及び検査値に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。どうでしょうかね。そうなんですよ。まず、A ですね。尿中のアレル、タンパク値に異常を生じる要因のうち、尿路に異常が生じたことによるものとして、腎炎やネフローゼがありますよとありますけど、尿路に異常が生じるのは尿路感染症だったりとか、あとは膀胱炎とか、そういったものが、該当してくるんですけど、腎炎やネフローゼ、ネフローゼというのは腎臓の病気になりまして、小児ネフローゼというのがよく有名だったりするんですけど、大人になってもですね、そういったネフローゼという腎臓の病気になりまして、特徴としてはですね、タンパク尿とかが結構出ちゃったりするんですね。尿中にタンパク質がいっぱい出ちゃったりするので、そういったものはこれ腎機能障害に該当してきますので、なので、尿路に異常が生じるものというところでは、尿路感染症だったりとか、膀胱炎とかそういったもの。そして、腎炎やネフローゼというのは、腎機能障害に該当してきますので、A は誤りとなります。はい、そして B は正解。そして C です。妊娠検査薬は、その結果をもって、直ちに妊娠しているか否かを判定することができる。いや、そこで確定診断ではない。なので、しっかりと、医療機関ですね。産婦人科とかをですね、しっかりと受診していきましょう。なので C は誤り。そして、D です。一般用検査薬の検体は尿とか、糞便とか、
涙液とか血液、いやー、一般用検査薬は今のところですね、日本とかですよね。そうなんですよ。だから、まあ、ただ今後ですね、唾液とかね、そういったものが出てくるかもしれませんけど、ね、さらに血液とかはね、違いますよね。それはいろいろのね、行為な、いろいろのものになってしまいますので、なので一般用検査薬、今のところは尿のものになりますので、はい、D は誤り。ということで、答えは1番が正解でした。はい、皆さん大丈夫だったでしょうか。はい、ということで、まだ第3章続きますので、皆さんね、しっかりと頑張っていきましょう。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、ぜひ、LINE アットなどに登録していただきますと、試験情報、あとは質問などをお受けしたいと思いますので、ぜひ、ご利用いただければと思います。ということで、皆さん、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。